そうですね、100万円パパパパって数える動画っていいかもしれないですね。そういえば100万円ね、今となっては100万円の束だったら今日中に持ってくれますね。吉田さんも一時期はね、お金がなくって、その財布の中にね4000円しかなくって、それでも飲みに行ったみたいな日がありましたけどね。あ、なんかね、やっぱ人生ってのはどこを切り取るかですね。私の30代はどこを取ってももうマネーレスだったんですけども、40からちょっと潮目が変わってきて、まあ今ね投資をやるようになったっていうのがね、なんかすごいなと思いますね。そんな短期間でね金持ちになれるわけねえじゃないか、嘘じゃないかっていうふうに思ってた時もあります、私もね。まあでもいろいろあるんだなと思いますよね、今ね。で、今ね、私こうやって一日中家にいるんですけども、やっぱりね、今日も心配されたんですけども、商売は大丈夫ってね、聞かれたんですよ。まあ両親にね。もうあんまり変わってないっていうかね、 YouTube の広告収入はこれこれでとか、大体、月間でこのぐらい締めであってとか言って答えるんですけどね。まあなんかね、正々然と言いますか、正国を射るという言葉を教わりました。そういえば正国を射る、私がね YouTube ライブをしてたら正国を射るっていうこのねこう言葉が出たんですよ。でそれは福岡の病院の院長さんが私の早朝の YouTube ライブをいつも見にくださってて、私の喋り方が正国を射るようなそんなね話し方ですごく聞き応えがあるんだっていうふうに書いてくれたんですけども、正国を射るっていう言葉は私知らなかったんで、あ、博識だなと思いましてね、その後検索したんですよ。正国を射るとは物事の要点を正しく抑えることです。正も国も的の中心にある黒点のことを表しています。そして正国を失わず正国を得ると表記されることもありますということで、 YouTube ライブをするとそうやってね教えてくださる方がいて、一つ賢くなるなと思いました。アウトプットが最大のインプットだから、やっぱりね私はこう思うんですよ。何にお金を使うかによって何からお金が一番入ってくるか決まってくるなと思うんですよね。だからコンビニのビールを買って飲んでても1円もお金入らないじゃないですか。でもそれを YouTube 動画の仕入れとしてやるんだったら、これはお金になるんじゃないかなと思っております。今ね動画が全てを満たしてくれるのかなと思ってますね。しかもこれ仕事なんですかね、この YouTube をやるってのは。なんだろうね、別に収入がなくたって私やってると思います、これは。不思議ですね。いってらっしゃい。